今日の私の思いを決めます。富山の言葉風土でまず、話題になるべきは、私は南無阿弥陀仏だと思います。南無阿弥陀仏、いわゆる自力と他力の循環と言われていますけれども、いわゆる浄土真宗は他力でございますね。南無阿弥陀仏のお話からまず進めていきたいなと思っております。船方志向が、疎開先に福光を選んだ理由というのは、これはもうすでに晩年の一つ数々の決定的な理由があります。それを今更申し上げなければいけませんが、加えてその一つとしてですね、他力を追求したいという思い、そういうものも大きくあったのではないかと思っています。福光へ疎開して、その浄土真宗に出て他力に出たのではないか、疎開の前に宗方は生涯の師と仰ります人間運動家の創始者、柳宗悦、あるいは、河合勘次郎、そういった人の交流を得ましてですね、他力の美、美学ですね、他力の美という、そういう思想に触れておりました。で、柳宗悦は、美の他力道という言葉を使っていて、美術の美、美の他力の道、美の他力道というとおっしゃっています。河合勘次郎も職人を通じて同じような概念で共通しております。ですから、特に河合勘次郎というのは、京都へで盛んに宗方に仏教というものを学んでもらうような機会を得ています。ですから、いわゆる宗方志向にしてみれば、自我という世界から大きな我、大我、自我から大我という、これはどういうことかと言いますと、わかりやすく言えば、私なりに思うのは、目の前の欲望を捨てて、自分自身を大きな世界に投げ入れるというんですかね。これが自我から大我ではないかなと、私なりには理解しております。ですから、船方志向、自分自身が仕事をするのではなくて、自分を超えた、何か大きな力が仕事を成してくれるという、そういう考え方であります。こういった他力を追求したいという船方が思いというのは、やっぱり、新生部である福光の知恵、向かわせた理由の一つで思います。宗方は青森市の大町一丁目で生まれて育って、曹洞宗でございます。で、兄弟が多くて、鍵職の父親を持って、もっぱら祖母、おばあちゃんの背中で、経文を子守歌に育ったと。これは有名な話でありますけども。で、祖母は一日中、仏様を拝んで暮らすような人だったと。ですから、もう子供の頃から宗方志向は、般若心経なんかも育んでいたというふうに伝わっておりますけども。この般若心経といいますのは、やっぱり、ギャーテギャーテハラギャーテハラソーギャーテボディソーマカですね。ところが福光へ参りますと、浄土真宗、こちらはお暇しが多いんですかね、もっぱら親しいのは正真経とか仏説阿弥陀経の世界です。そうして晩年のように南無阿弥陀仏の世界です。ナムアミダンブー、ナムアミダンブー、ナムアミダンブー、ギャーテーとは全く違う。ですから、お経の調べは全く違うということが、
リズムだけじゃなくて中身が違うと。相当してるの自力から労働心理の体系変わるということである。で、私は福光のあるいは富山の他力信仰の風土というのは、他力信仰の風土というのはお経もありますけども、普段の話し言葉、普段の会話も含めての他力信仰の風土でありますか。お経だけではありませんね。普段の会話、考え方、それが他力信仰の風土であります。それが宗像の思いというか、願いに応えてくれたと思います。南無阿弥陀仏。おそらく、宗像師匠もですね、出会ってから、南無阿弥陀仏を相当唱えておるんですね。まあ、それを唱えた時に、思いが深まっていく。宗像師匠の著者に、万国道というのがありますけども、万国道の中で、宗像師匠ははっきりと書いております。富山では、大きな頂き物をいたしました。それは南無阿弥陀仏でありましたと。まあ、飲食住でもでしたが、それよりもさらに大きな頂き物であったんですと、というふうに書いています。後年の宗像の考え方といいますか、他力によって、融和されている願望というのは、融和というのは溶け込んでいくというのが融和ですね。その他力によって融和されている願望というものこそ本当の願望ではないかと。こういう世界に、まあ、融通念願というんですかね、融通念願という。融通念願を調べておりましたが、南無阿弥陀仏を唱える一般に、融通念仏集というのがあるんですね。しかし初めて、融通念仏集という、南無阿弥陀仏を唱える一つの版があるんだなということを知って、勉強したんですけども、このいわゆる他力によって融和されている願望というもの、融通念願というのは、自分で願わなくても、他の人が誰か私のために願いをかけてくれているという。これが融通念願というものですね。そういう世界、まあ、いわゆる自我から大なということだろうと思います。宗像が福光に来てから描いた作品を見た八木宗悦がですね、宗像の絵から祈りがなくなっていることにやはり気がつきまして、八木宗悦は宗像師匠に尋ねました。素晴らしい僧侶に出会って心の目を開いたのかね、こういう質問を投げておきました。それに対して宗像師匠はこう答えました。寺で昔は御坊と言ってたんですけどね、今どうですか。私らは子供の頃は御坊と寺というのはもう厳重に区別して、浄土真宗は御坊と言ったんですけど、今は最近は御坊も寺も一緒にお寺さんと言ってますけども、まあ、宗像要は寺で門徒さんと同じ畳の上に座っていたらこうなりましたと、こう答えたというふうに記録に残っています。寺で門徒さんと同じ畳の上に座っていたらこうなったという、ここが意味あるんだと思うんですね。これは正確に言うと、無論ですね、明け方朝早、松戸市にありました妙達寺の住職で、新州大谷派の明け方朝早という大学者がおられました。まあ、この方は晩年には大谷派の周囲の総長の場になり、大変有名な方でありますけれども、その明け方朝早に学びまして、宗像師匠さんは妙達寺詣をしております。これは有名なんですね。それから福光で見えた、本山から見えた相当偉いお坊さんの講話も散々聞いておりまして、誰よりも熱心に聞いておったという話も伝わっております。ですから
何も無用しない言った問いかけは実は正解なわけですよね。偉い僧侶に会って心の中が開いたのに何も無用しない質問は当然合ってるんですけども、何か思考はそれは言わない。寺人文法さんと同じ畳の上に座っていたらこうなったと答えている。ここが私は今と思う。もう立派なお坊さんの話は当然あります。当然あります。でも地元の人との出会いというのはいかに大事だったかということで、ここに私は富山の福光の言葉風土があったんですね。いわゆる誰がどう言った、誰が永田翔さんにこんな名文句をやったという問題じゃないわけですよね。こういうセンテンスはなかったかとか、そういうことではなくて、普段の会話、お堂の中での普段の会話がもう言葉風土である。ここが大事だと思います。これは私は誇るべき福光の富山の言葉風土であると思います。無形の財産であります。これが宗像志功の芸術家としての飛躍を促したということは当然なんですけども、もう一つ私は意味があると思います。もう一つになるのはですね、当時の疎開者に対する時代というのは大変厳しいものがあって、今日私らの思うような次元ではないわけで、苦しい苦労された。ですから、寺の宗像さんと同じ畳の上に座っていたらこうなったというのはですね、芸術家としての役もありますけれども、地域の信頼を得るという、宗像自身、宗像家にとっても生きるための、いわゆる一家としての生き様を確保するといいますかね、地域の住民に溶け込むという、そういうもう一つの意味もあったのと思います。ここで、その、誤解されては困るんですけども、いわゆる浄土真宗の他力の美、他力というものを得たと、融通念願というものを得て、うまくいったかというと、これはそういう単純なものではない。これは誰にでも他力の力が与えるのではありません。やっぱり、宗像志功はやはり自力を一生懸命やってます。一生懸命自力をやってやって、その自力の果ての他力であります。ですから、自力というものを最善、最後までやって、一生懸命やって、そこで他力と出会う。で、他力と一体化して、他力を得ることによって、自分から代々も行きますけれども、それはまた宗像の場合は、自力を促してますよね。それは、宗像の活動を見れば分かりますね。他力によって自力も強化される。で、私は、私の言葉では、自力と他力の循環ではないか。それで、自力と他力の循環というものを使ったわけであります。宗像志功は、制作のモチーフを宗教的なものにすることで、おそらく大きく飛躍したと思います。次に、言葉風土という意味では、前田村の俳句精神、風郷ということでお話ししたいと思います。19歳年上でございます、前田村は。村の方が19歳年上です。その前田村の俳句、そして俳句精神、一言で言えば風郷でございます。風郷というのはですね、生半可じゃないんです。風雅の誠を極めるなんていうと聞こえられるんですが、異常です。風郷ですから風雅の誠を極める異常であります。前田普段の言葉としましては、我が俳句は俳句のためにあらず、さらに高く深きものへの階段に過ぎるということであります。これがまた非常に宗教的な次元に関わってくるような言葉だと思います。宗像志功の足跡を見ますと、昭和22年の1月に古武士の同人になっております。で、24年の2月に
金獅子のポスト部分、展覧会、展示会にも金獅子の発足の次第の大ポスターがありましたでしょ。あれ昭和24年に自ら俳句結社ご無視を金獅子さんがこれ自らというところが大変積極的でありますですね。当時の記録を見ますと、長田画伯が支部長になるというので盛んに言っておられるんですけども、ご無視の編集部の方としましてはちょっと面倒になってます。本当だなという感じですね。まもまもして、小鳥方が作りましたら、野田康子さんが、怒り耳、どうしてるんだろうと、圧倒されて、流されて、野田康子さんが、もうリードして作ったということが書いてあります。昭和47年に、帝国文学集というのが出ておりまして、そこの序文が、船岡淑さんが書いてます。でタイトルはですね、前田原先生というタイトルで書いてるんですが、そこに船岡志功が前田原をどう見ていたかというのがいわゆる書いてあるんですけども、船岡志功の目から見た前田原はどんな人間だったかということなんですけども、こう言ってます。ああいう心から恐ろしいほど本物ばかりで生きた人間というか、あるいは化け物のように凄まじい本性をいつもかつも見せっぱなし、出しっぱなしの人間は知りません。正直以上に正直で、強直なほど強直で、あるいは強情なほど強情と言っても嘘にならないほどで、まさに癖物でもありました。そして立派でした。誰が何と言っても立派なほど立派さを持っていました。見事な立派さでありました。こういうことを永田志功さんが書いてたんですね。前田原の俳句精神、いわゆる風狂ぶりにいかに衝撃を受けたかということであるかと思います。今日に私どもがこの文章を読みますとですね、正直食べていく長田志功、あなたのことじゃないですか、思いませんか、思いますね。そういう長田志功ほどの人が前田フラを見てこのように驚いて圧倒されてるわけです。東満城の城主会の中に前田フラの文学碑がありまして、そこに、銅板レリーフがありまして、先ほどの我が俳句は俳句のためにならず、さらに高く深きものへの階段を積むという、これを船岡志功が酷使しております。ご覧になっていない方は、ぜひご覧いただきたいと思います。万国道という先ほど船岡の著書を申し上げましたけど、万国道の中に忘れ得ぬ人々というところがありまして、そこにも前田船が入ってくるんですけども、ね、前田船の句として2句、なんか取り上げます。どういう句かと申しますと、秋風の吹き来る方に帰る、秋風の吹き来る方に帰る。でこの句は実は申しますと、先ほどの序文の中にもこの句だけに取り上げています。もう一句、万国道の中ではですね、前田さんの句、雪山に雪の降り入る夕べから、雪山に雪の降り入る夕べから、これ2句ともですね、大変深い思いが沈み込んだような、そういう句ですね。前田フラはもういろんな華やかな句がいっぱいあってあるんですけれども、船岡志功は前田フラの句としてこの2句を取り上げています。この2句を取り上げているということにも、実は船岡志功の思いが伺う、なぜこの句を選んだ。昭和22年の暮れに聖歌本という船岡志功の版画集が出ています。聖歌本というのは福光城の聖歌園の聖歌に、本というのは上品できるのは品の字ある本という意味です。
ね、上司の情報本というか、その上ちょっと成果本というのに書いております。そこに何十句と、宗像志功が自分の好きな句を、プランと酷しているんです。まあ、その中に、大変有名な句も載っています。もう前田フラーの句はですね、まあ、いっぱいあるんですけども、立山のかぶさる町が水を捨てる。これは大変有名です。これは俳句をやってない人でも知ってます。立山のかぶさる町が水を捨てる。この句につきましては、ちょっと話題がありまして、金城陛下、熊野天皇陛下が皇太子様の時代ですけれども、平成27年、2015年の11月18日、まあ、ニューヨークの国連本部におきまして、講演されているんですが、第2回国連水と災害に関する特別会合というのがあって、そこで人と水とのより良い関わりを求める人講演を当時の皇太子の今の金城陛下が講演されています。でその結びでですね、なんとその結びで前田さんの方を紹介してこういうのを渡します。これは日本語ではありません。英語であっています。ですから、前田さんが言って、はい、前田さんは前田さんが言ってたんです。で、これは、よく、英語俳句というのを皆さん聞きになってますよね。ですから、参考までに、本当の俳句と英語俳句はどんなものかなという、一つのサンプルとですね、ご紹介したいと思います。前田さんのですよ。立山のかぶさる町や水を打つですね。立山のかぶさる町や水を打つ。これは頭についてですよね。これが英語ではどうなのか、ね。4行に分かれています。Overlaying the Koda is Mount Tateyama in the background. There, water is sprinkled to cool the streets. なんです。ずいぶん違いますね。もう一回ですね。Overlaying the Koda is Mount Tateyama in the background. There, water is sprinkledスプリングトゥクーダスプリングと当時の皇太子様が言われたんです。これがいわゆる英語俳句というね、まあ、ご参考になるか今申しました。前田普段の風教というものが芸術家としての宗像志功をかなり鼓舞したということは間違いないと言います、次に3つ目としましては、私は越中万葉の豊穣というふうに書いてありますけども、越中万葉のこの豊かな世界というものを宗像志功は十分と吸収しています。これは間違いないです。十分思います。大友の館町の越中万葉を読むという、これ単に学びの学問じゃなくてですね、その叙情といいますか、叙情と調べているものを吸収しているという、宗像志功さんの短歌を作っておりますけれども、大概の方がですね、宗像志功さんの短歌の一番まず一つといえば、親部川のこの歌だと思うんですね。親部川、雪解け折りの網の子の山の紫、たもとの網の子という歌です。これ山根模様というのは着物の、ね、模様でありますけども、その紫色 の、 その着物生地の山根模様の紫の着物というのは、宗像の千夜夫人が、まあ、一番好きだったと言われております。これは明らかに自分の奥さんのことを歌っているわけです。親部川、雪に溶け寄るの網の子の山根紫、たもとによるのという、伸びやかですね。これは一万葉も十分吸収していますね。
大友の本町の歌に小波川という歌がありまして、これもですね、小波川紅を乙女らしい、味付きとると千人高瀬らしいという、これなんかはね、絶対中田志向は何十回と歌ってると思いますね。そうです、好きでたまらなかったですね。まあ、歌の内容は違いますけども、やっぱりここは、リズムを取ってきます。それからこの村方の歌にですね、ワニモコという難しい言葉が出てますね。ワニモコ、親部名は雪解けよりもワニモコの、ワニモコというのは、まあ、愛しい愛しい可愛いあなたよという女性に対する呼びかけの言葉ですけども、これは明らかに自分の妻に対して、で、恋人の場合もありますけども、明らかに自分の妻にですね、ワニモコ。このワニモコという言葉はですね、越中万葉の中身は、そんなにたくさん出てきません。越中万葉の中身はね、これもね、数種しかないんです。その数種しかない越中万葉のワニモコという言葉を、新しくはちゃんとキャッチして、いかに勉強したかということだと思います。で、2つ3つある、ワニモコの歌の一つを仮に紹介いたしますと、これ、乙女がもしたいの歌ですけれども、ワニモコが心を恨むさにやらぬため、おきくしまなる白玉ままのという歌があります。でワニモコがっていうか、我が愛しい、我が愛しい妻でしょうね、恋人でもいいですね。我が愛しい恋人か妻か、心を慰めさというのは、心が塞いでるんでしょう。心を慰めようと思って、やらぬため、プレゼントするために、沖津島にある、遠くの島にある、白玉はまあ、水晶みたいなものだと思って、水晶を手に入れたいのかなという、こういう歌で、そのワニモコを呼ばれる皆さんに使っているということがあります。それから、中田志向さんは、一つ大きな越中万葉で遊んでおりますね。遊びというか、この、栗から行く途中の、小公園に、隣の席の石碑がありますでしょう。あそこにですね、焼きたての、大友やかもしの歌がちなんであります。で、その歌はですね、焼き立ちを隣のお席に明日よりは森でやり添え君をとどめるという歌なんです。これは歌の方になったと思いますが、これに対してですね、明らかにこの歌を踏まえて宗方志向さんはこういう歌なんですね。泣く竹に泣く川のもと恋愛し、焼き立ち隣は見物を払えている。これはこの歌もちょっと展示してありますので、これもね、その大友仲町の歌を踏まえて中身を大きく変えてます。ここに私は遊びがあるなと思っておるんですが、大友仲町の歌はですね、この焼き立ちというのは、隣に中に枕言葉がありまして、焼けた枕にあまり意味がありません。焼いて鍛えた太刀を研ぐ、その研ぐは隣にかけ取るわけであります。焼き太刀は隣の枕言葉、焼き太刀を隣の席に明日よりは森家というのは万人でしょうね、やり添え万人を、それから隣の席に明日からは万人をやり添え追加して派遣して君をとどめ、国へ帰れないようにして閉じ込めようという、返さないぞという、でこの君はですね、女性ではないんです。男性でありまして、しかも東大寺のお坊さんであります。東大寺のお坊さんがなぜ越中の国に来ておるのかと、またなぜその鳥を返さないで接待しようということだと申しますと、この歌が読まれた3年後に東大寺の大仏が開眠しています。ただ大仏開眠の3年前です。で聖武天皇というのはご案内のように大仏を造営するという、で聖武天皇の大仏
う根性の思いがですね、お金持ちとかそういう財閥で例えるという発想じゃなくて、お金もない民一人一人のとにかく国民みんなで作る大仏というものを目指していたんです。これが明らかにそういうことですね。ですから広く国中の民に呼びかけて、大仏造営に向けて寄付してくださいということで、そしたら聖武天皇から派遣された東大寺のお坊さんが越中国師中村さんで頼みに来ると大仏会議の3年前ですが、明らかに越中の国を挙げて寄付なのに頼むということだったんですね。で、八戸持さんは、聖武天皇に対しては大変忠誠を使っております。もう聖武天皇のという大臣のもう人であって、聖武天皇と八戸持の態度が強いです。そういう歌であったんですけども、宗像志功さんはですね、ここの焼き立ち隣というのをどう書いてるかというと、焼く竹になく川のもと恋愛し、焼く竹ですから、これ焼くは灼熱の焼けですよね。焼くだけだから、なんか山が噴火してるわけですね。山がもう噴火してるので、次にはなく川のもと。川の流れがないっていうんですよ。だから私は噴火している山のもと、また川の流れも泣くように恋愛してますよ、好きですよ。焼き立ち隣、地元にいます、住んでいる和の者、結びはそうですね、肌絵ですね。和の者は、これ、和がいいもの肌とも読めるんですけども、和の者という言い方をしていますから、和の者でしょうね。だから、肌というのは、ここでは肌だと思いますから、和の者、肌絵だと思いますね。ですから、とんでもない奥さんに対する、これ以上ない、和の者、肌絵という、すさまじいラブラブの、宗像志功が千秋夫人に対して、もう世をはばからず、恋愛したというのは有名な話でありますから、まさにそれがこの歌に表れている。でこの越中文様のここに豊かさはですね、単なる宗像志功の歌の世界の学びだけでなくて、この調べたとかですね、この流れるようなリズムというものは、万和政策のエネルギーとして、私はものにして吸収していたと思います。次に、だまし川の河童のお話であります。このだまし川というのも、実は、大変な川であるというお話であります。だまし川万和館というのが昭和23年に制作されておりまして、そこにはカッパだとかコイだとかナマズだとかホタルが出てくるわけですけども、昭和20年の6月に松井すみ子女医の紹介で、東町の塚地金物店というの、そこが松井内科医院の近くであったわけですけども、そこの2階を借りまして、宗像志功は、雑居堂江戸頃という、表札を掲げて、そこをアトリエにしてやっているんです。多分その、昭和20年6月から10月ぐらいまでで、なかったのかなということも言われておりますけども、その間、江徳寺、江徳寺はもう、粗大寺でいっぱいなわけですから、入れなくて、江徳寺の分家の方へ、宗像志功は紹介していたわけですけれども、この江徳寺の分家から、東町の梶家へ、通っているわけですけれども、その道の途中に、だまし川がある。もともだまし川というのは、宗像志功がつけた名前であって、本当の名前は違うんです。小さな川でありまして、今日見ると、用水のようにしか見えませんが、本当に小さな川ではありますけども、宗像志功は行き帰りに、この川で佇んで、河童を見たかどうかは分かりませんけど、河童もナマズも鯉も友達として、
想像の世界に立ってそこで時間を過ごしているということです。今田志向の後のことばで言いますとですね、土橋があって、その橋爪に、まあ、法輪に広瀬だとか山本だとか坂本だとか、そういう村へ夕方帰っていく、そういう人たちを待ち構えて、騙しまくったというカッパ殿の話を、その人々は当たり前に話して教えていく。このですね、船形志功さんに都市の人々がですね、カッパ殿の話をその人々は当たり前に話して教えてくれる、これこそ言葉風流そのものですね。これは文献になるとかですね、立派な論文になるという世界ではありませんけど、船形志功に世界の村方になる人にですね、花火はもう相当とカッパの世界の話をして当たり前のように話しても教えてくれる、これをですね、村方がうんうんと聞いている、これは異常であります。これはやっぱりこの福光の言葉風土の力といいますか、ね、私はこれは実は大変評価されているんじゃないかと思います。でそれをもとに騙し釜と題する文章を作ってますね。あと結構何かしこう。でその村人から聞いた話をイメージして文章を作って、その文章をこの事細かに文章を書いた39枚の漫画作品を騙し釜漫画館っていうのに作ってるんですね。これは昭和23年。でこれがですね、面白いのは、昭和50年に、今だからまあまあなるわけですけども、昭和50年に安川電機がこのカレンダーを被災地で、長田大画伯に安川電機のカレンダーを頼んだわけですけど、その時に長田志向は、騙し側漫画館を選ぶんです。もう、その年に死ぬ中、命果てる村だから、騙し側漫画館を選ぶんです。ですから、表紙を含め13枚を、まあ、裏外資にして作るわけですけども、まあ、その時に当時の方のレポートを見ますと、騙し川の鯉だとか、ナマズだとか、大きなホタルの話で、ね、大変嬉しそうに、なかなか語っておいたというふうに思っています。ですから、この騙し川の世界というのは、村人から聞いた、その話の世界というのは、村方が40代の初めのように聞いた単に面白い話を漫画館で制作しましたよという位置づけではないんです。その騙し川というのが、村方の頭の中には生涯の流れ続けており、とても大きな川なんです。あの小さな騙し川は大きな川なんです。村方にとっては、命を果てる前のまとまった最後の仕事に騙し釜漫画館を出会う。だから生涯騙し釜は村方の中に回り続けていた。これは実は世界の村方の漫画家としての活動を支えていたという、その精神構造を支えていた。ここでやっぱりその土地の言葉の風土というのがあるかと思います。騙し釜のカッパを離した地元の人々の言葉の力というのがあるかと思います。ここで村方の俳句作品を見てみたいと思います。戸部市のですね、昭和21年から29年まで、見ましたら、43分載ってます。それから、福光の方が、村方が亡くなってから作りました、復讐に、国王乱行なすりというのがあるんですけども、それを見ますと、94分載ってます。で、これ、
服の数だけ見ますとね、少ないようですけども、田中新志功はね、こだわってるんですね。作った作品を残すということに関しては、大変にこだわってる。軽々に自分の作品だと発表しないんです。捨ててるんですね。自分でその副立支部長となんていう区会をね、随分やってるんですよ。で、小節にもね、出せばいいのに、小節に対しては文章をいっぱい出してるんですよ、文章がね。で、文章だけ載ってて、俳句雑誌ですよ。俳句雑誌に文章だけ載ってて、俳句載せてない人がいっぱいあるんですよ。ほとんどそうなんですよ。意識してるんですよ。俳句載せてない。でも、文章がね、また、漫画と同じで、流れるような勢いがありますかね。人間に溢れます。例えば、一つ紹介しますと、昭和27年3月号の小節に、雑貨堂通信というものがありまして、ここで村田志功がこのことを書いてます。その昭和27年3月段階では、もう村田志功は有名でありまして、世界の中でありまして、全国を巡って、全国を巡る多忙の旅をしております。もう大スターであります。そういう中で、村田志功がですね、パカッと書いて、殺しちゃう、作ってきてるんですね、雑貨堂通信。ちょっと抜粋しますとね、フラ先生、悪しきを聞きまして、フラの病気なんですよ。前田フラは、昭和29年に亡くなります。昭和21年ですから、やはり体調悪い。フラ先生、悪しきを聞きまして、千夜子と一緒で、見舞いに参上いたしました。私の書いた前田忠吉という表札が、フラは本名忠吉です。私の書いた前田忠吉という表札が、日本の小さな国で無造作に吊るされてありました。シャレではありませんが、それがフラフラと、風になびいていました。2月27日、参院選車中。参院選の車中で書いてるんですね。こんなに忙しい人が、普段の見舞いまでしてる。で、その記事は参院選してるんですね。まあ、いかに、19歳上の、まあ、父親のような存在、その普段に対して、大事にしてたかということであろうかと思います。で、前、村田志功の俳句はですね、漫画の世界とは全く違います。溢れるようなエネルギーを噴出させる絵のような激しさはありません。五七五の、まあ、定型の調べの中に、中田の、何て言うんでしょうか、真摯没頭するような心っていうのが染み込んでますね。それが私の中の中田の、本当の人間の中田の心の奥かを、いるような思いは感じています。作品をちょっと見てみましょうか。渦を置いて沈むナマズや大づくよという、これは騙し川の句です。騙し川の句でですね、ナマズが沈んでいったんですけども、水面に渦を残したというですね。渦を置いて沈むナマズや大づくよという、まずですね、誠に写真がうまいということで、非常に騙し川がいかにもいろんな川が行ってみたくなるような句ですね。それから大松を斜めに来るや雪しずきという句がありまして、これは昭和24年の2月に福光支部、国士福光支部を始めた時の句会です。まあ、旧上司の世界の付き合いで読んだ句なんですね。大松を斜めに切るや雪しずくという、これがあった映像的にもすごいですね。やっぱり画家の目というものは感じますね。それから、かじかむや夜七星は低くしてという、これは昭和25年の5月号に載ってるんですけども、
かじかむというのは、まあ、真冬のものでありますけれども、冬北斗とか、あるいは寒北斗、北斗地勢、ですから冬北斗なり、寒中ならば、寒北斗という記号なんですけども、これがまだ含まれているような、下地になっているんですね。これは冬、北の下に北斗地勢が低く出ますので、かじかむや、良い地勢は低く出ているので、次にはですね、理を辞めるこの青首や別れがやってくる。これは昭和25年の11月号に載くなんですけども、理を辞める、この理というのは、まあ、腹下しでありまして、腹下ししている子供の青首で、別れがやというのは秋の蚊帳という秋の蚊帳の傍題になります。だから別れがやという、いい機能を使っているなと思いますね。うん、この辺りが言わされている前で、この子の青首、お腹壊して子の青首、このお子さんは誰かないと思いますと、まあ、4人のお子さんがおられますけれども、4番目の次男の吉明さんが当時9歳です。9歳の子は一番この子でないかなと思うわけです。まあ、その上の3番目の方は、次女の千代さんという方が、民長年上ですから、15歳ですね。だから15歳の次女の方か、9歳の次男の方か、まあ、どちらかだろうと思うんですけども、理を読める、この青首だ、この青首だというところが、非常に非常に高い。ね、これが今の思考の最後、次に立山の北壁に蹴る神霊かなという、実はこの宗像思考の俳句というと繁盛したように孤独なんです。皆さん孤独が好きなんですけど、宗像思考の俳句だから立山の北壁に蹴る神霊かなというのを誰しも出さないと許されないような感じに有名になっておるんですが、この句はですね、一番宗像らしくないです。宗像思考俳句の中では一番レアな句でありまして、宗像思考の俳句ではない俳句なんです。けども、皆さん好きなものだから、こうなっているので、こういうことはよくありますね。いろんな作家の方々がですね、幾度に言われるのは、自分は世に残したい、自分が生涯かけた作品はこれだっていう、これ歌手の場合もそういうようにございますけども、歌手も作家もいろんなアーティストも決めて、自分が自分という芸術家はこれだという本人の思いが必ずしも世間とはずれております。で、本人が全然こんなのを読み捨てだと、あるいは作り捨てだと思って捨てたはずの作品がその本人の代表になっているのがたくさんあります。これは実に多くあります。で、それをまた嘆いているエッセイもたくさんあります。まあ、そんなことを思うと、この立山の北壁に蹴る神霊かなという本だと思います。で、これは、昭和47年に、関東新聞にですね、まあ、新年元旦の特集号に、宗像思考さんが登場しておりまして、その中にですね、立山には3度登ったという書いてあるんですけど、まあ、2度までは知っているんだけど、登っている人が多いんですけども、本人は3度だったという。で、しかも冬は登っていないという、広瀬正人という、それ館長さんがおられます。で、広瀬正人先生はかつては、夏山登山しか登っておられないというふうにおっしゃって、これはまあ想像で作ったんでしょうというふうに。それが有名な、この句としてという、こういうものではないか。句として、これはまあ多分に、普段の影響を受けていると思います。私はこれは、前田普段の影響を受けて、まあ、普段調のやつを頑張って作ったという、ですから、宗像思考としては、軽い気持ちで作ったのがですね、大丈夫になっているという、まあ、そういう、次に、皇帝を斜めに切るや神の仕事になりまして、これは昭和26年の1月号ですけれども、宗像家の家の下は小学校でありまして、
まあ、その生徒さんが走る様子もなんか出ているんですけど、この旅の資料がですね、あの昨年の NHK 大河ドラマ伊賀天というのがありまして、あれ走る時に旅入ってますですね。それで私は、あ、シューズというものがありませんから、旅というものが出たということで、合点したわけであります。それから、風前の雪しんしんと降りやる。この辺りがもう、私に言わせると、花形思考の入った。こういう系統が多いんです。風前の雪しんしんと降りやる。これは、故郷を混成するといいますか、ふるさとの黄昏の雪という青森の句を持っております。青森のふるさとの故郷の黄昏の雪。風前の雪しんしんと降りやる。それから、人潮の雪に名山隠れてる。これは、ここでいう名山は津軽富士、岩木山であります。それから、土佐あなたの悲しく調べ、生きつにかける。土佐あなたというのは、今でいう、十三湖であります。地元ではなんか十三股という。でも十三股なんですけども、古い文献では、土佐という発音しているんですね。土佐という。ですから、長田は昔の土佐という読みを持っていたと思います。だから土佐方、土佐方のところに、土佐方の悲しく知られていい文化という。この辺りの句、小柄が多いですね。ですから、思いがぐーっと沈静したような句が圧倒的に多いです。それから、生き生き見つめたままに運営していくと、春の日のこの2句はですね、昭和29年5月号なんですが、これは前田フラーが、そろそろ、命を果てなむとするような、フラーが、かなり体調が悪くて、危ないという時期の句だと。で、これは明らかに、フラーの句を意識して、作ってます。先ほど焼きたち鏡の歌を自分なりに変化されてましたけども、そういう技を中田氏と持ってますので、雪に水水のままに海へせくという、これはですね、前田フラのこれまた有名な句なんですけども、雪に川は名山と呼ぶ響きかなというのがあります。雪見川は名山削る響きかなを受けていますね。それ名山削る響きで雪見川の水がどうなったかということで、長田志功は雪見水三つの名前に海へせくという派手な意味でますね。で、海へせくは悲しみがありますね。海へ急いでますかという、ここに覚えがかなり込んでいる。それから、春の潮、岩を越えきて過ぎ行ける。これ何でもないような句ですけども、これもですね、フラの、前田フラの句は、梅雨の海、静かに岩を揺らしてる句なんです。梅雨の海、静かに岩を揺らしてる。その静かに岩を揺らした水、海の水がどうなったのか。春の潮、岩を越えきて過ぎ行ける。話が進んでますよ。岩を濡らした潮がですね、岩を越えきて過ぎ行ける。これやっぱり、なぜ白眼とする、それは絵の思いというものが、どの手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 は読んでます。雲を巻き、黒手の滝が増してますという、これは、昭和29年の夏に国立30周年黒毛銀行というので黒毛教授で行ってます。まあ、宇奈月から軌道を取りまして欅平に行きまして、その欅平で読んだのが雲を巻き黒毛の滝が増してますと読みます。
こうやって背景を見てみますと、いわゆる漫画家としてのあふれるようなエネルギッシュな棟方像というのはないです、ほとんど別人のごとく深い思い、家族を思う思い、ふるさとを思う思いというのが五七五の定型の中にこう沈潜しているような静かな思い、これが棟方志功がこういう背景を作っておったというのが、いわゆる世界にいなかった、その心の奥かというものが、実は我々のイメージとは違ったものがあった、それがまたイギリスのものを逆に支えていたということですけれども、ですからこんなことを思いますと、そういう前田富良の俳句の中から棟方志功が前田富良の句を選んだという意味がですね、やはり自分の思いを自分がたくさん作ったことに彼らに感じますよね。富良の句、秋風の吹き込む方に帰るなという句を選んでおります。だから雪山に雪を降り入れるような句を選んでますね。だから富良の句を吹く代表格に選んだその思いというようなやはり俳人としての中の自分の句作りと僕は通底するものがあるのかなというふうに思います。今日は、冒頭に申しました漫画家だけではなくて漫画言葉一芸という漫画言葉一芸としての世界の中という、そういう、言葉一芸、漫画言葉一芸という大芸術家へ福光がどういう役割を果たしたか、テーマがどういう役割を果たしたか、言葉は風土というものがどう関わったかということを、私なりに、お話し申し上げます。ご清聴ありがとうございました。Thank you.
本当に美術館でもたくさんの方が質問されていて、本当に素敵な答えが返ってきました。ありがとうございました。他にもご質問ございませんか？この機会に何でも恥ずかしいとかそういうのは全くなしで、もう誰かが聞きたいと思ったことは必ず他の方も聞きたいことだと思うので、いかがですか？それでは少しお時間になりましたので、これで。